こんばんは。ドリーム熱帯の東堂です。本日はですね、ドラドキャットの紹介をしたいと思います。小さい頃はですね、向こうが分かりやすいか、ここに銀白色というかなんですね、若者の時は。はい。で、大きくなったら金色、シャンパンゴールドになる魚ですね。大変入ってくることが少ないんで、はい、希少な、魚です。はい。大きさは目分量なんですけど、8センチぐらいあります。こっち8センチぐらいで、こっちは、こっちも8センチぐらいですね。在庫はあと2匹います。おお、いい感じ。値段はですね、15,800円です。今ですね、小さいんで、小さい水槽でも飼育可能なんですけど、将来的には大きくなるんで、やっぱり大型水槽が必要になってきます。ピライーバと一緒でですね、結構デリケートな魚なんで、そうですね、振動、水槽が揺れるというか、前に、うちの店なんかもそうなんですけど、前に大型の車が通ったらですね、それにびっくりして、水槽にドンと当たることもあるんで、大きい水槽、大きくなったらですね、大きい水槽に入れてやって、飼育するのがいいと思います。はい。で、まあこれ特徴、まあピライボもそうなんですけど、あ、こっち側の方がフィラメント断然長いね。長いですね。まあフィラメント長くしてやるために、こうディフューザーなんかつけてやって、はい、まあ流れの速い地域に生息する、まあそうでもない、流れが、まあ結構広範囲で生息するんで、このフィラメントを長くしてやろうかと思ったらですね、ディフューザーかなんかつけてやって、で流れを作ってやるとすればいいんじゃないでしょうか。はい。通信販売も可能なんで、残り在庫2匹です。はい。まあ、大変ほんま、はい、なかなか入ってこないんで、来ない魚なんで、ぜひですね、これを機会に、興味のある方はですね、これを機会にゲットしてもらってですね、興味がある方はですね、ドリーム熱帯にね、遊びに来てほしいと思ってます。はい。今日はですね、ドラゴンキャットのご紹介でした。ありがとうございました。ドリーム熱帯東堂でした。